誇りを前掲げるわ。タワーになっても無駄。仕留めてやる。ほら、どう？いいもの。
冷たくない犬どもね。さあどう、ほらいいものあるじゃない。束になっても無駄。リュウキ、鎮魂の夢に沈みます。いざ彼の魂に舞い散る。はっ、これでやどれ、はっ、これでさくらいなさい。人の夢を避けに、はっ、ほら、せっせら、避けてみなさい。ほら、はっ、さっ、はっ、ほら、さっ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 、どうや、せっ、落ち着いて。はい、天使の輪にタッチ。はい、元に戻りました。でもこっちの私にしても同じことですよ。もう分かったわよ。一緒に食べればいいんでしょ。食べれば。さっきの龍騎さんは何だったんですか。私怖くて怖くて
るところでした。両兄姉ちゃんは頭の輪っかに触ると人格が変わるみたいなの。面白かった。面白いわけないでしょ。あんたはバスコンコーン。チンチンするから食べさせてほしいわ。さあ皆さん輪になって座って。リョウビ、どうしてそんなところに。リョウキの隣に座らないのか。そうよ、こっちにいらっしゃい。リョウビはここでいい。今日はリョウキ姉さんとみんなが深刻を極めて。なあ、深刻を極めるじゃなくて親睦を深めるだったわ。リョウビちゃん、そんな顔で一人ボケツッコミされても怖いよ。それじゃ、リョウキの隣は私が座るぞ。ミヤビの隣は僕の指定席だ。じゃあ、リョウナちゃんはリョウキお姉ちゃんの隣。私はリョウキさんの後ろで。また何かあったらいつでも逃げれるよ。さあ、みんな座ったところでいただきます。いただきます。うん、おいしい。本当だ。それはよかった。ホヒホハマ。あ、料理はなんて言っているんだ。ごちそうさまですって。ホヒホマ行こう。食べたからもう行くって。それにしてもよくわかるな。リョウビちゃん、まさかリョウキお姉ちゃんを避けてるの。まほほはない。ほほほほほ。今のは何と言ったんだ。まさかじゃない、避けているんだですって。リョウビちゃん、姉さん、どうしてお姉ちゃんを避けているの。わかるでしょ、それくらい。わからないから聞いてるの。姉さんへの最後の言葉、リョウビがひどいこと言ったの覚えてるでしょ。ひどいこと、そんなこと言われたかしら。嘘、しらばっくれないで。でも本当に覚えてないのよ。死んじゃえばいい。私は姉さんにそう言ったんだよ。なんとなく思い出した。そんなことを言われた気がするわ。気がするって。でもお姉ちゃんは怒ってないし何にも気にしてないから、そんなことで避けなくていいのよ。そういうところが嫌いなの。死ねって言われて気にしてないとか、どんだけあそこに毛が生えてるのよ。じゃなくて、どんだけ心臓に毛が生えてるのよ。そうは言われても本当に気にしてないから。